作者付けとは、猿楽の曲目に関して、各作品の作者が誰であるかを列記した書き物である。室町時代から江戸時代にかけて作られた数種がよく知られる。本校では、主要ないくつかの作者付けの内容についても述べる。現在知られている中で最も古い作者付けは、世阿弥の著作中にある記事である。例えば、猿楽談義では、 約30番の脳についてその作者が記されている。室町時代後期には、吉本作者注文、自家伝承などが成立し、江戸時代に入ると書く家の書伝からなる作者付けが幕府に提出された。また、江戸時代中期の関税大部元賞は、これら先行する作者付けをもとに、210番歌い目録を執筆している。作者付けには、多数の吉本の作者がひとまとめに、 明記されており、農作者の考えていにおいては大変重要な資料となる。しかしながら、各作者付けごとに、その信頼度はまちまちであり、その成立背景などを考慮に入れつつ、慎重に取り扱わねばならない。影響を2年成立。ゼアミが3道で挙げた農作の模範となる曲について、作者別に並べている。ゼアミ自身の実談によったものであり、 最も信頼しうる根本資料である。作者として挙げられているのは、ゼアミ、カンアミ、イアミ、横越元久、エナミサエモンゴロウ。ゼアミ万年の著で、影響4年7月以前の成立とみられる。本著は、歌いの方法について述べた音曲伝書で、もともと作者付けとして書かれたものではない。しかしその具体例として引用される約七十番の脳の歌について、 作曲という形で作曲者が明記されており、研究においては作者付けに準じて用いられている。猿楽談義同様に、世阿弥自身の発言であり極めて重要な資料だが、作曲の定義については議論が分かれており注意が必要である。作者として挙げられているのは、木阿弥、勘阿弥、勘禅元宮弥、金剛、ゴンモリ、コンパルゴンモリ、ヨシキ、南阿弥、 林阿美、山本坊。作者名が空白となっている曲については、世阿弥自身の作曲であると考えられる。吉本作者注文は、大英四年成立の作者付け。弊社は、吉田憲章で、関税長氏の談話をもとに記されている。関税長氏は、関税座の脇の下として棟梁である大部を補佐した名人であり、また自身も、作者としていくつかの脳を残した人物である。 そのため、長年自身の作品、また、長氏の父である小次郎信仰、そして、同時代に活動したコンパルゼン大鳥については、特に信頼度の高い資料であり、同時代の自家伝承と比べても客観性のある内容で、その資料的価値は高い。反面、優れた曲で、作者不明のものについてはほとんど全てを世阿弥の作とする一方、鑑み、 元宮尾といった重要な作者が掲載されていないなど、同時代以外の曲については、不正確な記述も少なくない。また原資料を編纂する際の検証のミスに起因するらしい語尾も存在する。またコンパル全地区、宮蔵の作として多くの曲を挙げているが、この二人については資料が少ないため、慎重に検討する必要がある。伝本については、漢文元年。 加藤万歳、歌い蔵賞の看末に付載されて刊行されたものが、最も古く、山崎美生歌曲校にも、同じ内容が載る。原文元年寮をはじめ右台、うだい高佐をますます賞看末にも同じく付載されるほか、昇降館書像の写本などがある。署名については、本来無大、あるいは、農作者、歌い作者であったと見られるが、1915年、全畜集に、 吉田東吾が本国した際、吉本作者注文の代で収録して以来、この名が定着している。作者として挙げられているのは、ゼアミ、関ンの武ブ関ツ、長都市、コンパル全ン地区、コンパル全、大鳥、三江ア大海ノ三条西サネタカ、武田法院訂正、細川広志元寺、乙阿弥、大田垣忠施設、コンパル全徳、内藤東左衛門、川上菅主、 作者不紛妙能ただし大略、コンパル農家。イロハ作者注文は、イロハ順に、脳の曲名を並べた一覧に、作者名を中期した作者付け。元になった名寄は、近世以降には見られない古曲を多く含んでおり、室町後期のものと見られている。その後、天正6年から文禄3年の期間に行われた、造法を経て、現在の形になったらしい。 吉本作者注文と同じ原資料などに基づいて、作者名の中記が行われており、内容的にはその違本にあたる。そのため、吉本作者注文の伝本の見直しに役立つ。漢本は、近世中期の写本があるが無題で、田中誠が、洋曲狂言収録の際、現在の署名を付けた。江島本歌謡作者校の署名で紹介されたこともある。歌謡作者校、 日本歌曲作者は本著の小本。自家伝承は16世紀初頭に成立したと見られる脳の伝承。その内容は前半が作者付け、後半が雑多な伝承の小録となっており、自家の伝承の章であることからこの題が付けられたと思われる。ただし前半の作者付けだけが自家伝承と呼ばれることも多い。弊社として前半部には過吉2年。 後半部には、永二21年のゼアミによる署名があり、ゼアミの著書として紹介されたこともあるが、信じることはできない。また、風口という伝書中に、本著の内容が含まれ、その末尾には、コンパルゼンオートリの署名があるが、こちらも、記述内容の相違から、くと考えられる。同書には続けて、ゼンオートリから送電したとして、英称13年常、ね、 角孫四郎吉次の署名があり、この人物が実際の偏者である可能性が高い。常門吉次の来歴は不明だが、コンパル流の素人とないハンクロートであったと見られる。作者付けとしては前述の吉本作者注文系の書本とは大きく食い違う説を掲載している。しかしその書説は必ずしも信用できるとは限らず、取扱いには警戒が必要である。 しかし、戸山、スケアミ、十二次郎、十郎など、他の作者付けには見られない作者が挙げられ、これらの人物については信用のおける古書を参照しているとも考えることもでき、信頼には検討を要するとはいえ、傍証が得られれば重要な資料となり得る。農薬者の各家が徳川幕府に提出した文書、農作者についての各家の書伝が記されている。 しかしその信頼性は乏しく、現在では、資料としてはそれほど価値がない。210番歌い目録は、明和2年6月、15世、関税外部、関税元明が表した作者付け。元明は、国学の影響を受け、明和の改正といわれる脳の思想の大変更を、行い、新たに歌い本を編纂したが、本著はその目録に作者名を中記したものである。 同時に刊行された、独銀85曲目録と合わせ、245番の作者が挙げられている。本著は先に挙げた、先行の作者付けを参考にして書かれ、コンパル八歳門書き上、そして、関瀬舌有所上、自家伝承の一部を重視し、吉本作者注文、歌謡作者校を参照しつつ、加えて現在知られていない伝承の説も取り入れたと考えられている。 しかしも図書は、各作者付けの信頼度については深く検討せず、結果として、誤りの多い資料を無批判に取り入れる一方、逆に、猿学談義、語院など、根本資料といえるゼアミの著書も見ていなかったらしい。そのため、原資料が判明している現在、本著には、資料としての価値は認められない。ただし、未発見の作者付けによったらしい、少数の曲については、 参考になる。ありがとうございます。